あのー、以前挙げたね、えー、マナー講師に一言物申すっていうたくさんの方に見ていただいた動画のあの動画の冒頭でですね、えー、あの三大欲求の話を。 まあ軽くね、えーまあ、ちょっとつかみとして、えー、話をして、えー、食欲と睡眠欲と、えー、性欲がっていう話をねちらっとしたんですけどあ、あのー、後で、ね、コメント欄見たら、えー、性欲だけ声が小さくて草っていう、えー、コメントが来てましたんで今日はですねその性欲、えー、性教育の話をですね、えー、声を台にして <laughs>、はい、皆さんにお届けしたいなと、えー、思っているんですけれども。はいまああのー、このね えー、私たちお坊さんというのはですね日々こうまあ,あの,普段のこの YouTube もそうですけど、えー、仏教この仏様のお釈迦様が説かれた教えことに私たちは日蓮宗の僧侶ですから、えー、日蓮聖人の説かれた教え法華経の教えというものを 日々皆さんに、えー、お届けをする中でですね、まあ、その一つとして、えーまあ、あご先祖様のご供養亡くなられた方のご供養、えー、法事であるとかあお通夜お葬式であるというかあそういったことを、まあ、させていただいているんですけれどもひ、まあ、一言にまあ供養と言いましても、えー、その対象は様々でして。 ご先祖様、あるいは亡くなられた方、ご家族はもちろんですし先日、ねえー、この YouTube でもお話ししましたけれども、えー、これはもう命あるものね、えー、この人間であろうが動物であろうが変わらないんだという話をしました、まあ、あのペット供養、動物供養というものも、ねえー、あるんですけれども、えー、もう一つありまして。 えー、まあ供養はたくさんあるんですよ、えー、代表的なもので、まあ、もう一つありまして、えー、水子供養というものがあります、はいえーまあ、私も、あのー、この僧侶になってからですね、えー、何度か水子供養を依頼を受けて、えー、したことありますけれども <laughs> 水子供養、えーまあ、分かる方は分かると思いますがまあ何でしょういわゆるこう うーん女性のお腹にですね、えーまあ、新たな命が宿ったけれどもまあ何らかの理由によって。 えー、その赤ちゃんがですね、えー、生まれることなく、日の光を見ることなく、えー、命を終えてしまう、えー、そういう子ですねそういうようなあ小さな命をですね水子と言います、水の子供と書いて、水子と言います。えーま,すえー、まあ、あのー、ねそういうい まあ、いわゆるこう、まあ、今日は、ね、ちょっとあの言葉を選ばずにいろいろお話ししていこうと思います、はい、あのセンセーショナルなセンシティブな、えー、表現もちょっと、ね、使っていくかもしれませんけれども、えーまあ、ひょっとしたらこの今日の動画を見て、まあ、もしかしたら、うん、気分を害される方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えーまあ、私なりに考える大事な話を今日は、ね、ちょっとしたいなと思ってます。んではい まあいわゆるだからその女性のお腹に宿った新たなこの小さな命を、えー、まあいわゆるこう出産できずにね、えー、命を終えてしまう、えー、そういうこのね、えー、供養をまあやっぱりすることがありますはいそれはあの私東京いた時にもしたことありますしこの高知帰ってきてこの西昇寺の住職になってからも、えー、ありました、はい、まあやっぱりこう まあそうい,うね、いわゆるこう出産できなかった理由っていうのはもちろんたくさんあるわけでケースバイケースなわけでもちろんですねその、まあ、この女性の体調の問題であったり病気が、ね、あったりとかあるいはその赤ちゃんのほうに病気があってどうしてもこう出産ができない。 というまあそういう状況もあると思いますこれはねまあもうどうしても仕方のないことだと思いますはいでまあやっぱりこう特にねあそれこそあのうちのこのチャンネル、えー、若い方がね非常,非常に見てくださってるので今日はそういう方にもねぜひ、えー、むしろそういう方に、えー、を中心に今日の話聞いていただきたいなと思うんですけどあのー、まあいわゆるこう女性のお腹に 命が宿るということはその前にですね性行為があるわけですよ。ね、えー、まああのー、結婚して、えー、まあ、夫婦で、えー、子供が欲しくでするそれはもうむしろ自然な流れだと思うんですけどまあいわゆるこう若い頃のまあ、で出来心と言いますか、はい、まあ、特に男性側だと思うんですけどね。えー まあそのいわゆる自分のこう欲求の解消のために性欲の解消のために、えー、いわゆるこう性行為をしてしまうまだね、その何でしょう,こうお付き合いをしている彼氏、彼女同士とかだったらまだいいですけどまあ例えば、かこうね、えー、その日限りで出会ったあ男女が、えー、まあ、こうね、えー、出来心で、えー、性行為をしてしまったあということもね、まあ、なきにしもあらずだと思いますよ。 ね、あの別にこれ、今日の動画ね、あの性行為がダメだとか悪いとかするなって言ってるわけじゃないですよ、若い方に向けて、えー、別にその双方の合意があってやるんだったら、それは別に全く問題ないと思います、はい、ただですね、やっぱり、なんで今日ここまで私がこう言ってるかって、いわゆるその性行為っていうのは、命に直結してるんですよね、えー、まあ、そのだから、いわゆるこう子供を産むべくして、 行った性行為だったら全く問題ないですけれども、えーまあ、いわゆるこう欲求の解消のために、えー、やってですね、えー、子ども命が宿ったけど産むことができないとわ、ねえー、かんないですが、まあ、年齢的なこととか、えー、経済的なことであるとか。 あ,あるいはこう周りの反対とかあるいは周りにこう言えないという状況の中でどうしても出産ができなかったとっいうケースがねやっぱりあると思うんですよ。はい、ただねうーん、まあ、これこのことを言うことによって、まあ、追い詰めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんがやっぱりこの僧侶という命の,この生と死に携わるものとしてこれはねやっぱりはっきり言うと。 申し上げておきたいんですがやっぱりこう 1, 回だけ1つ、1回でも、うん、この小さい命だとしても命として宿ったものだとしたらやっぱり、ね、それをこううーんいわゆるこう、まあ、直接的な表現で言いますけど下ろしてしまうこれは、ね、まあ、もう殺人と一緒ですよ正直、私はそう思います。 それはねあのやっぱり命ってあのの重さ尊さに、えー、大きいも小さいもないんですよ、えー、優劣とかないんですよ、えー、一度宿った命だったらそれが大人だろうが子供だろうが赤ちゃんだろうが、えー、お腹の中にいる状態だろうがこれ変わらないんですよね。えー それをやっぱりね、えー、出産せずに下ろしてしまうっていうのはまあねこの表現がまあ皆さんにとって正しいかどうか分からないですけれども、まあ、やっぱり命を殺めていることと私は一緒じゃないかなというふうに思います。はい、っていう中でですね えーまああのー、だから要するに、ですね、えー、このいわゆる、まあ、いいんですよ、双方の合意のもと、えー、性行為をする、まあまあね、若い頃なんか多いでしょう、皆さん、分かんないですけど、えーまあ、そういう時ね、必ずちゃんと否認をしましょうと、それが言いたいんですよ、えーあのー、責任も取れないのに、えー、なんか己の欲求の解消のためだけにするんじゃないと。 ね、これを言いたいたんですよその先に、ね、単なる解消のために、ね、否認をせずに、ね、性行為をしてしまって、えー、のその先にあるのって命なんですよ性行為と命ってもう直結してるんですよ。ね、それをこうなんか後先考えずにその場の勢いとかノリでこうやってしまうとこれはねあまりに無責任だと思うんですよね。えー まあ、もうい,ろいろんなことがあると思うんですけれどもそのあの埋めないんだったら2、まあ、択ですよね性行為を自重するしないかきちっとちゃんと完璧に否認をしなさい、まあ、完璧な否認なんて、ね、僕ないと思うんですよ正直はいもう分かんないですけどその否認をつけてねあったとしたって、えー、何らかのこうミスで 欠落ししししててたらももうう少しでで妊娠の可能性が出てしまうわけでしょ、ね、だから完璧な否認なんて僕ないと思うんですよ。はいだからこう,うんまあそれしないのがね、まあ、一番リスクがないことですけどまあねえ若い頃うーんなかなかそういうとは言いつつも若い頃その、ね、勢い乗りでやってしまう。 うこととあると思うんですよ、うん、だから最低限のまあなんでしょうこうね心がけとしてちゃんとその否認をしましょうっていうねえー、もう何回も言いますけどその性行為を悪だと言ってるわけじゃないですよしてはダメとかするなと言ってるわけではなくてですね、えー、ちゃんとその否認をしましょうとねえー、性行為のその先にあるのは命なんだよその命の尊さね えー、その殺人をしたらダメとかもう誰もが分かりきったことでしょねけどそれをね単なる出来心で無意識のうちに罪を犯してしまう可能性があるっていうことなんですよこれはねやっぱりこうまあ,あ若い方まあ、昔はねあの何でしょう順序があるっていう,うじゃないですか、えー、その結婚をしてからあ子供を産むんだとねまあ、昔の 方はよく言いままますけど、まあまあそれが一番いいですよそれが一番いいんですけど、まあ、なかなかねこう時代の流れでいろいろ考え方も変わってきてそれこそね何年か前に何年か前といってももうだいぶ昔ですけど「14歳の母」なんていうねドラマもあったりしましてまあそういうこう命のことについて考える機会もあったと思うんですけどまあなかなかこういう時代の変化考え方の変化で、えー、そういう順まあ順番 が順番じゃなくなってきてきるる部分もねあると思うんですよ、えー、まあなんかそのね、えー、まあいわゆるこうそれでそう,そういうことをすることによってまあなんかねわ、えー、からんけどこう心が満たされるっていう人もいるでしょうしストレス解消になるっていう方もいらっしゃるでしょうし、えー、だからそういう、ねえー、こ,ことをねとがめるつもりはなくてですね ちゃんとこう責任を取りましょうっていう、えー、それだけの話なんですよね。えー、もうなんか、うん、出来心で、えー、なんか安易にすることではないかなと私はねこれ一意見として申し上げてますけどでまあどうしてもまあ分からんですけどその例えばじゃあ女性でね、まあ、最近性犯罪も多いわけですよ。ね、でまあ女性がこう強制的にさせられた。 で、えー、産むつもりもないのに子供ができてしまったっていう方はねこれはまあ致、うん、し方ないと言いますか、えー、こう産むこの望まない出産っていうのが一番あのメリットがないと言いますか、えー、みんながこう傷ついてしまうことだと思うんですよでまあそう,そういうのでね、まあ、あの出産せずに、えー、っていうのはまあ いしないこれはもう完全にその男側が悪いわけですからはい。でまあもうどうしようもなくて、えー、こうお、まあ、下ろしてしまうっていうのはまあ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 100歩,100歩譲ってる、まあそれはまあ女性側はね、えーまあ、あの1ミリも火がないですからまあまあいいんでしょうけれどもうんまあね、えー、まあ,あなんやろうな。 難しい問題ですよねけどうーんもっとねこういうことをあのなんかね性教育ってなんかちょっとこうタブー視されてるというかこうグレーゾーンだったりするじゃないですかこうみんなの前で話したりするのって。けどねやっぱこうもっとこう命の重み尊さということにつながってくるんだっていうことを誰かがね言わないといけないと思うんですよね。 もう前からどこかでこの話こういう話したかったんですけどなかなかこうねえ檀家さんの法事のあとにする話でもないしなんかお寺の行事の時にするような話でもないしなかなか話をする場がなかったんですけどまあこういうね、えー、この最初でも YouTube 始めたんであじゃあこういうところでいいじゃないかと思って今日お話ししてるんですけどうんでまあねっ なんかいろんな理由があってどうしてもこう出産ができなかったっていう場合はですねやっぱりさもう命ですからやっぱりちゃんとこう供養をしてあげるっていうことがねうん大事かなって私は思いますまあだからこう水子供養っていうものがあったりするわけでえあのまあ 先日ね、戒、え、名、ー、の話ってしましたけれども、な、え、ん、ーまあ、とかいなんとか真治とかいろいろこうね、えー、亡くなった方に戒名をつけるという話をしましたけれども、あの水子にも戒名はつきますから、はいまあ、あの絶対にこうつけなさいって言う,言うわけじゃないですけど、えーまあ、あのそううつけてほしいっていう、そういう、まあ、希望があればね、お付きはしますけれども。まあ、そのやっぱりこう 命ですからやっぱりこう亡くなってしまった命に対してはあちゃんとこう供養をするっていうことが私は、うん、大事かなって思ったりしますね。はい、でまあなかなかこうお寺にね、えー、赴いて、えー、こう水子の供養をするまあやっぱりどうしても若い女性がね、えー、多いと思うんですよ。えーまあ、あるいはこう どうしてもね致し方ない理由でしてしまった場合は若い夫婦であるとかいうことが多いと思うんですけどなかなかそういうことってこうだからまあそれはねその上でこう供養をしたいっていうんであればそれはねどこのお寺さんもきちんと秘密は守ってくれますからその辺はね皆さんやっぱり安心していただきたいなって思うんですけどうーんまああのね、えー、やっぱりこう 日,日の光を見ることできずに命を終えてしまったっていうこの場合はですねまあこう余計にですねえもう何もわ,わけもわからないままその当,当人はね何もわからないまま命を終えてしまったっていうところでねやっぱりこうきちっと、うん、供養をしてあげるっていうことが私は私のこの立場として言えるのは、うん、供養が大事かなとは 思います、ねはいまあこれはもうどこのお寺さんでもあの頼めばやってくださると思いますしもちろんうちのお寺でも、えー、それはあのそういうご希望があればね、えー、もちろん、えー、やりますので、はいあのーまあ、やっぱりこうね特にこう女性自身がね、えー、こういろんなこう大きな思い責任を背負い込んで生きていかなきゃいけなかったりするっていうのはこれはねやっぱりこう非常に。 うん精神的に厳しい辛いものがあると思うんですよね。もう私はもう女性じゃないですからその辺の気持ちはいくらこうね押し量っても分からないものがある,とあるんですけれどもうんやっぱりこう少しでもこうね、えー、安心できるようにこの先も明るく生きていけるようにという意味で、えー、やっぱりこう。 供養をしてあげるということが大事かなと私は思ったりしますね。はい、まあ、あのだから。今日何が言いたかったかっていうと、えー、その性行為というものは命に直結することなんだということを。 言いたたかったんですねだからこう責任を持って、ね、性行為が何回も言いますけど性行為がダメだするなと言ってるんじゃなくて双方の合意があって、えー、するんだらもう全くもって問題ない、えー、でも出産を望まないんだったら妊娠を望まないんだったらちゃんと否認をしましょうということですねはいでよりね、えー、男性の方は こう責任感をを持っってしましまょううとといいことを、ね、私は言たたかったそして、まあ、あの致し方ないやむを得ない事情理由によって出産ができなかった妊娠をしたけれども出産ができなかった場合にはできたらその供養をしてあげるのがその亡くなった赤ちゃんのためにもそのお母さんのためにも私はいいんじゃないかなと。 いうようなことを今日はですね、まあ皆さんにお伝えしたかったので今日はこういう動画を撮ってみました。はい。あのうちのチャンネル、えー、若い方がね、えー、見てくださっている方多いので、えー、ぜひともそういう皆さんに届いたらいいなというふうに私は思っております。ということで今日はお坊さんが話す性教育という動画でございました。ありがとうございました。